目まぐるしく変化する世界経済と地球環境、かつてない変化とスピードの時代に我々はどう向き合うのか。時代を牽引する賢者にその答えを聞く。ターニングポイント、賢者の選択。1996年に世界に先駆けて CG を用いたオンラインゲーム風の王国を開発したネクソン。日本では延べ2000万人の会員を有する韓国を代表するゲームメーカーである。日々市場を拡大させるオンラインゲーム業界、その牽引者の一人が株式会社ネクソンの社長チェ・スンウ。チェはネクソンを起業した盟友キム・ジョンジュの構想である日本で成功するオンラインゲームビジネス実現に向け着々と歩みを進めている。オンラインゲームビジネスを舞台に繰り広げられるさまざまな戦略、そしてチェが描く世界進出の全容をひも解く。ターニングポイント、賢者の選択。ナビゲーターの蟹瀬誠一です。アシスタントの石田紗友子です。まあ、私たちの世代、私たちって言っちゃいけないね、私の世代ですとコンピューターゲームっていうと大体インベーダーゲーム、ピコピコピコというご記憶の方多いと思いますけどね、あそこで止まっちゃってるんですけどね。石田さんの場合はどうですか？そうですね、ちょうど子どもの頃はこう新しいゲームが出たら誰かのうちに集まってみんなで対戦してましたね。はい、ちょうどゲーム世代と言えると思います。なるほど。はい、今回は韓国で誕生したオンラインゲームを巻き損にしたですね、新しいビジネスモデル、これを日本に持ち込んで大変話題を呼んでいる企業の企業戦略について、しっかりと聞いてまいりたいと思います。はい、ではゲストの方にお越しいただきましょう。韓国のネクソンが開発、海外展開するオンラインゲームの配信、コミュニティサイトの運営管理などを目的に2002年に日本に設立されました。株式会社ネクソン代表取締役社長のチェ・スンウさんです。おめでとうございます。こんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。お忙しいところどうぞお帰りください。初めまして。初めまして。今回よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。見るからに若々しくてね、日本法人作られて8年。そうですね。これ社員の方もやっぱり皆さん若いんですか？若いですね。今年6月時点で 31.1 歳。平均年齢。はい、私の方がですね、やはりその平均を引き上げる犯人の中の一人なんですけどそれでは、早速ですがチェ・スンウさんのプロフィールをご紹介いたします。チェ・スンウさんは1968年韓国ソウルでお生まれになりました。高校はイギリスロンドンに留学、1994年にソウル大学大学院を卒業後、4年間兵役に就かれて、除隊後の1998年に株式会社デイウに入社されました。そして1999年にネクソンコーポレーションに入社、2002年に旧株式会社ネクソンジャパン、現在の株式会社ネクソンの取締役に就任、2009年に代表取締役社長に就任、そして現在に至ります。ちなみにチェ社長は小学3年生の時に来日されて数年間日本で暮らされていたそうですね。はい、そうなんですか。はい、それどういう経緯だったんですか？父親が、外交官でして、当時日本の韓国大使館、勤務になりまして、家族一緒に日本に来てですね、3年半ぐらい、日本で生活した経験があります。学歴を拝見するとですね、非常に素晴らしい学歴ですけれども、これ大学時代はどういう専攻をなさったんですか？大学時代は、国際政治。国際政治、はい、オンラインゲーム、はい、ご自身どういうふうに思われてるんですか？いや、こうなるとは全く、想像しておりませんでしたしゲームとのこの、真剣な出会いというのでしょうか、どういうんでしょう、ゲームとの出会いというのはどういうことから始まったんですか？
もともと私の場合は引っ越しが多かったので、長い間友達を作ったりですね、一緒に遊んだり、そういう経験が比較的に少なかったので、私自身はゲームとかあんまりやってなかったんですけど、ですのでゲームに対する興味とか、ほとんどなかったんですけど、今現在ネクソンの創業者であるキムに出会って、それがいいきっかけになってですね、結局は、ゲームビジネス、をやることになったんですけど、ネクソンの創業者キム・ジョンジュとチェの運命的な出会いは1988年夏、韓国の大学生代表として日本に短期留学した時に遡る。ソウル大学の先輩と後輩だった2人はすぐに意気投合。観光で訪れたある地で忘れられない光景を目の当たりにする。秋葉原に行って、そのゲームソフトを買うために、皆さん並んでるところを見てですね、キムもゲームがものすごく好きなわけですし、将来もし、もしゲームを作ることになったら、ぜひ秋葉原で売ってああいう、行列ができるのを、見たい。当時はそうすると韓国でのゲームの、そのゲームソフトの普及っていうのはまだまだという感じだったんですか。当時はやはり韓国独自のゲームビジネスっていうのはほとんどない状態でして、一つの産業としてゲーム開発、ゲームの販売っていうのはまだ韓国では定着してなかった時期ですね。しかしキムさん、ソウル大学卒業されて、その念願のゲームソフトの会社を立ち上げられた。はい、それはご覧になっててどういう感じだったんですか。立ち上げたのは私軍隊にいた時でしたので、全く軍隊にいた時は連絡ができなかった。知らなかったわけですか。はい、社会にまた戻ってきて、また付き合うようになって、初めて聞きました。ご覧になっててどうでした。単にすごいなってことじゃなくて、やっぱりご自身でもこういうことやってみたいなっていうような気持ちに駆られたんですか。いや、正直言いまして、へえぐらいだったんですけどやはりゲームにはあまり興味ない、それはあれなんですか。やっぱり韓国でのそういうゲーム産業というかゲームそのもののイメージっていうのはあんまり良くなかったんですか。産業自体もなかったんですけど、ゲームをプレイすること自体もですね、不良の子供がやること、社会的にはかなり否定的なイメージが強くてですね、ゲームをしてると親からあまりいい目で見られない、そういう社会雰囲気がありましたので、彼にとっても、ゲームを作る、そういうゲームを作る、また会社を作るっていうのは、非常にプレッシャーだったんじゃないかなと思います。そうなんだ、今だと全然そんな感じはしなくてね、もうメジャーな産業ですけどもね、大学院を中退したキムは1994年ネクソンを設立。2年後の1996年、古代の王国コークリを舞台にしたオンラインゲーム風の王国のサービスを開始、後のオンラインゲームブームの先駆けとなった。この風の王国っていうのは、これ売り上げはどうだったんですか。最初はですね、全然売れなかったですね。だけどやっぱりブレイクするきっかけがあったわけですよね。それは何だったんですか。すごくアイロニカルなんですけど、ブレイクしたきっかけは経済的な危機、経済危機でした。経済危機でちょっとよくわからないね。1998年ぐらいだったと思うんですけど、やっぱり韓国の場合、その IMF 危機といいまして、大変厳しい状況だった。経済危機が起きて IMF が、一種の救済というか改革に入ったと。それでリストラとか企業側からもですね、やむを得ずですね、リストラを行って、その結果失業率が高くなりまして、その失業した方が個人として、始めたビジネスの中の一つが PC 版インターネットカフェなんで
はいはいはい。でインターネットカフェというのは、まあ、そんなに広くなくてもですね、うん、あの部屋一つぐらい、あと PC さえあれば、端末があればすぐ始められるそういうビジネスですので、あっという間にもう1万以上の全国的にですねそういう PC 版ができたんですけど、やはりそのぐらいの数になると PC 版同士もですねお客さんを確保するために競争をしなきゃいけない。で今まで単純にE メールとかですね、ウェブサーフィンのサービスだけを提供してはですねなかなかお客さんが来ない、PC 版に皆さん来ますと1時間ぐらいじゃなくてですね、長時間、長い時間そこにこもって、そうですね、そういうケースが多かったので、楽しい、楽しく遊べるコンテンツを提供する、そのニーズがものすごく高くなった。分かんないもんですね。だけどそうすると韓国ではその経済危機が起きたということがオンラインゲーム流行の一つの大きなエネルギーになった。そうですね、まあ、オンラインゲームというものの人気が高まってきて、その中で、この風の王国っていうのが大変な大ブレイクをしていると、はい、で普通だったらキムさんとチェさんはお友達ですから、じゃあチェさんもその会社へというふうになるのかなと思ったんですが、これ経歴拝見をすると、うん、退役後にはデウっていう、まあ、韓国では大変大きな会社ですね、こちらの方に就職されてる、はい、これはどういう決断だったんですか。当時デウのキャッチフレーズは世界経営、はい、もうこれがですねものすごくかっこよくてもう本当に憧れてですね、当時そのデウの会長が書いた本があるんですよね、はい、世界は広い、やることはいっぱいあるって、そういう、まあ、内容の本だったんですけど、うん、もうその影響もありましたし、自分の持っている語学力と、はい、経験を生かして、チャレンジ、してみたい、そういう、仕事じゃないかなと思いまして。具体的にどういうお仕事をされてたんですか。私の仕事はですね、銅、電線を作る銅を、輸出する仕事でして、輸出だけじゃなく新しい市場を開拓する仕事が与えられました、うん、だけどそういう意味では自分がこうやりたい、国際的な舞台で活躍したいっていうデイブにいながら、ネクソンの方へこう移るわけですよね、はい、これはどういう経緯だったんですか。それはちょうど風の王国がその IMF 危機でブレーキし始まったんですけど、はい、私の場合は個人的には悪い方向で影響を受けまして、うん、当然そうなりますよね、はい、貿易会社はやはり銀行側からですね、信用状を発行させていただいて、その信用状で物を買ってきてその物を売る仕事になるんですけど、銀行側からですね信用状クレジットがもう与えられない、そういう状況になっちゃって、資金ショートしてくるわけですね、はい、ですので信用状がないと物が買えない、物が買えないと売れない、商社マンとしては全く仕事がなくなっちゃう、そういう、状況に、なったところ、ちょうどオンラインゲームブレイクし始めて、キムが早い段階から海外進出したい、その中でもなるべく早く日本に進出したい、で日本語が喋れる人が欲しい、なるほど、でたまたま覚えたのが、私でして、何回か声かけられて、最初誘われた時どうだったんですか。いや全くゲーム会社、特に今立派な、安定してる大企業の、商社マンとして、スタートしたばっかりでしたし、貿易っていう仕事ものすごく楽しかったし、最初はですね、何回も断ったんですけど、結局はですねそういう経済危機を経験する中で、国としても IT 産業を育成する、それが話題になってましたし、企業側でもですね、いろんな方がそのベンチャー企業、
の将来について話し始める時期でしたので、オンラインゲームも新しいビジネスとして、また IT ビジネスとして、まあ将来性はかなりあるんじゃないかな。そして1999年ですか、はい、このネクソに入社されて、それで来日されてますよね、はい、当然日本のマーケットと考えてらっしゃったわけだから、はい、日本と韓国ってやっぱりこのオンラインゲームに関してもだいぶ違うんですか。日本の場合はですね、はい、あの世界一のゲーム市場ですが、うん、やっぱりそのプラットフォームは、オンラインというよりは今もそうなんですけど、家庭用ゲーム機を主に、使う、でユーザーも、そういろんな家庭用ゲーム機に慣れているそういう市場ですし、うん、まあ、韓国の場合はですね、うん、そういうあの日本の家庭用ゲーム機が、正式に販売されたことがなかったので、うん、みんなあの PC で遊ぶか、ゲームセンターで遊ぶか、あるいはちょっとあのお金があった友達はなんとか日本からそのゲーム機を買ってと買ってきて、まあ不法コピーを使ってゲームをするそうビジネスモデル的にもやっぱりこう差があったということですか。そうですね、ですのでやはり韓国の場合は、そういうゲーム機がなかったゲーム市場としてですね、あれあのいろんなものでね、よくね国民性っていうことを言われますけど、はい、これゲームの遊び方っていうのも例えばに日本と韓国とそうですね中国とかね、これやっぱり違いあるもんなんですか。かなり違います。どのあたり、中国の場合は、まあ、韓国にかなり似ていると言えますけど、うん、それでもやはりゲームになるとお互い競争する、対戦して勝つ、その勝負が非常に重要なあの目的になります、でそれに比べますと、日本の場合はですね、あのユーザー同士が一緒にとにかく集まるっていうのも、まあ、新しい概念でしたし、集まって、まあ、対戦するよりは協力をする、でまた他のユーザーに迷惑をかけない、そういうのを非常に注視される傾向がありまして、同じあのゲームなんですけど、まあゲームの内容はですね、国によって全く違う形に、まあゲームが成長していく。じゃあやっぱり国民性に合わせてそういうゲームのタイプっていうのも、そうですね、出し方が違ってくるっていうことですね。最初のうちはまあそこまで配慮できないですので、もうとにかく韓国で作られたものを持ってきてですね、そのまま配信するしかなかったんですけど、やはりあのその対戦機能しかないゲームに対してはですね、やはりあの日本では抵抗もかなりありましたし、それを徐々に日本市場に向けてですね、改善していく、そういうあのプロセスが非常に大事だ。さてこの番組ではですね、必ずゲストの方にはこの賢者の数字というのを書いていただいてるんですけども、チェさんにもお願いしたいと思います。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。あら、数字がたくさん、ちょっとあちらのカメラに見せていただけますか。え192+3、はい、195ですね、はい、それは何の数字ですか。この192っていうのは、現在、国連に登録されている国家の、数です。この3はですね、国家なんですけどまだあの、国連には登録されてない、国家の数です。今あの71国で、ゲームの配信を行っておりますが、将来的にはですね、やっぱりあのインターネットはその国境もないですし、全ての人がつながる、そういうあの、まあ、新しい、コミュニケーション、ネットワークですので、ぜひですね、全世界の全ての国の方がですね、全部網羅しちゃうと、まあ、一緒に遊ぶのもいいですけど、とにかくあの弊社のゲームを楽しんで、いただきたいというそういう、まあ、あの希望を表しております。なんかね、この数字に込められたこの壮大な思いっていうのはすごいですね。やっぱ地球をこう全部一つ
で考えられるっていうね、まあ、インターネットオンラインで、うん、あるため可能になるんじゃないですかね。オンラインゲームを日本で普及させるためにチェは韓国で成功したあるビジネスモデルを持ち込む。果たしてその手法とは。ターニングポイント賢者の選択。今回はゲストに韓国で開発された世界初のオンラインゲームで日本、アジア、そして世界での事業展開を行っています株式会社ネクソン代表取締役社長チェ・スーンさんをお迎えしています。さて、チェさんは日本進出という大変大きな宿題をもらって、来られたわけですけれどもね、これ日本で成功するっていう確信というのはあれだったですか？全くなかったですねやはり世界一の、ゲームのトップ市場としてですね、クオリティ、技術、全ての面でですね、まだちゃんと、しっかりしたものを出す、そういう段階では、なかったんですけど、不可能に見える市場にちょっと挑戦してみたい、そういう気持ちはありました。日本でこうビジネスを始めていく上でね、こう時間がかかる部分だとか、はい、あるいはこうクリアしなきゃいけないポイントってのはどのあたりなんですか？まずはインフラですね。今はほとんど差はないんですけど、当時はですね、ちょっとあのインフラの普及が、オンラインゲームを、ちゃんと配信できるような、そういう適した、まあ、条件は揃ってなかったので、そうやはりコンテンツがあってもですね、インフラがなかったっていうのは、今非常に厳しい状況でしたし、スピードだとか容量だとかね、やっぱり複雑になればなるほどそういうインフラがない限りは遊べないわけですもんね。はい、そのインフラの問題と、あと、日本の、ユーザーの認識も、やはりですね、PC っていうのは普通、仕事関係で、専門分野で使うツールとしての認識が、高いです。検索したりメールを読んだりっていうね、そういう感じですね。ゲームは外にいるときは携帯で、あるいは、うちでですね、ちゃんと家庭用ゲーム機でゲームをするのが一般的でしたし、今も、それはあんまり変わってないと思うんですよね。そうすると日本でこのオンラインゲームをブレイクさせるというか、そのために必要なことっていうのはどういうことになるんですかね。先ほどインフラの話はありましたけども、はい、それ以外で基本的にゲームっていうのはですね、もう面白くないと誰もやらないですよね、ですけどその面白さ、何が面白いですか？そうですね、それはですね、国によって、年齢によってですね、皆さん全部違うんですけど、オンラインゲームの、開発側として素晴らしいところはですね、どんどんユーザーの反応を見ながらですね、そのゲームの内容を変えていくことができますので、やはり日本市場向けのしっかりした面白いコンテンツをどんどん作っていくことが一番大事じゃないかと思います。それと初歩的な質問なんですけどもね、そういうオンラインゲームのビジネスをやっていく場合にどういうところでどうやって儲けていくっていうことになるんですか？これは弊社含めて韓国ではですね、とにかくゲームは無料で遊ぶ、で無料でダウンロードして、無料で設置して、無料で遊ぶのは基本になっておりますが、その代わりですね、もうちょっと、充実な、ゲーム経験、あるいはもうちょっとスピードアップしたい、とかですね、もうちょっと自分のアバターをきれいにしたい、そういう、ユーザーの場合は、そのアイテムを、ゲームの中で、購入するアイテム課金システムを、導入しておりまして、全てのゲームがゲームは無料なんですけど、部分的に、支払うことができるそのアイテム課金システムを導入しております。これオンラインでやっぱり課金するメリットっていうのはどのあたりなんですかね？やはり韓国でオンラインゲームが流行った、その事実と関係があるんですけど、オンラインゲームだとダウンロードしますので、ソフトを
自体パッケージがないですので不法コピーも作れませんですし、ゲームをダウンロードして設置するのもオンラインで、遊ぶのもオンラインで、支払うのもオンラインですので、確実にお金の方を回収することもできるということになりますよね、オンラインでやるということになればね。はい、課金制度っていうのはもともとこういうものが出てきたときにこういうことやってやろうと思って考えて出てきたんですか、それとも途中からこういうアイデアが出てきたんですか。カジノ王国はやはり定額制、当時、月2500円程度の金額、定額制の、システムだったんですけど、ずっと毎年新しい、ゲームを、販売するときは必ずその定額制だったんですけど、やはりいろんなジャンルのゲームを作ってみたいという、開発が当然 の、仕組みがあったんですけど、その中でテレビ番組 の、 クイズ番組を真似たそういうオンラインゲームを、2000年に作ったんです。でそのゲームやはり自分のアバター、をちゃんと見せながらですね、そのアバター同士でクイズで対戦する、でその、正解でポイントを獲得して、どん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 上に上がっていく、そういうゲームだったんですけど、これも当然最初はですね、定額制に、する予定だったんですよね。で当時このゲームは最短期間で、同時接続10万人を超える新記録、人気はあったと、大変もう非常に、そういう反応が市場から得られまして、そこで会社側としてもですねかなり自信を持って、計画よりですね早く有料サービスに入って定額制に、したんですけど、その後すぐですねもう最短期間で10万人以上のお客さんが来ていただいてですけど、もう最短期間でもその9割がいなくなっちゃった、お金取った途端に。そうですね。そこでこうアイテム課金というのが、いやその後ですね、まだ 10% のお客さん残ってましたし、なんとかサービスはそのまま維持しなくてはならない。しかし、その定額制では、なかなか新しいお客さんは来ないだろう、でその1500円を500円にすればじゃあお客さん戻ってくるかな、多分そうでもない、とにかくお金を、払わせるのはもうダメっていう、そういう結論に達しまして、韓国でも協会初めてだったんですけど、もう永久的に無料宣言をしまして、このクイズゲームに関してはもう永久的に無料で遊んでください。でそしたらお客さんがまた戻ってきた、そんなもんですよね。本当に楽しく遊んでいただいて、その間にですね開発側から、どうせ無料だからどうせもうそのコンテンツは追加していかないとダメなので、例えば新しい洋服、新しいシューズとかを追加するときにもうちょっとクオリティの高いものを作って追加する、ただしそれはちょっと現金で販売してみたらどうかなっていう、そういうアイデアが浮かんで来まして、じゃあもうすぐじゃあやってみましょう。それがものの見事に成功したと。そうですね。ですので、ゲーム自体が無料ですので、ちょっとお客さんに迷惑をかけることをやっちゃってもどうせ無料だから大丈夫でしょうっていう、そういうちょっと傲慢な姿勢も、いやだけどそれはビジネスモデルですからね。あれ日韓のそういうゲームの会社ありますよね。これ会社としての違いっていうのは何かあるんですか。やはり、世界で、トップのゲーム市場らしくですね、日本のゲーム会社の場合はですね、やはりそのクオリティの高い、完成度の高いゲームを、作るためにですね、作る前から本当にしっかりした企画書、開発計画、その後の販売計画、予想値までしっかり前もって出してですね、それに従って、そのドキュメンテーションもしっかりしながらですね、ゲームを開発して最終的には本当にもう完璧なものを作る、そういう
のが一般的なんですけど、韓国の場合ゲーム開発の経験歴史がほとんどない状態で、国民性とちょっとかなり関係があると思うんですけど、まあ前もってそういうしっかりした企画書を作ったりですね、文章を作ったり、まあ計画を立てるよりはですね、もうとりあえずやってみて、そうですね、アイデアが出た瞬間もうそのままチームを作ってとにかく作業を始める、そういうケースが多いですね。ですね、もう始めるのも本当に適当に始めてですねもうある段階でもう本当にダメだと思われたらもうその段階でもうやめちゃう。しかしそういう意味ではね、その仕事をしていく上では大変日本という市場は難しいんだと思うんですけども、日本で成功することの意味っていうのはどういうふうにご覧になってますか。まあ単純にゲームを作ってる、それだけでもですね、日本で成功してですね、日本のお客さんにも遊んでいただける、そういうゲームを作るっていうのはもう素晴らしい、まあ、こと、夢のような話だと思います。まあ、しかしながらですね、韓国の会社として、まあスタートはしたんですけど、日本で本当に頑張ってですね、またもっともっと高い目標を目指してますけど、その目標が達成できるようにですね、韓国企業としてはうまくいったら初めてになるかもしれないですけど、まあ日本市場に上場する、そういう計画を持っております。やっぱり上場する、日本で上場するっていうのはこれは一つ大きな意味があるということですかね。まあ、上場自体が、まあ、会社の最終、目的地ではないですし、その目的地に、行くための、まあ、その、家庭の中の一つのイベントとして非常に、まあ、重要なんですけど、その上場を、日本でやるというのは、まあ、韓国でもですね、かなりの、意味がある、そういうことだと思います。それ単に資金調達ということだけじゃなくて、ね、やっぱりその信頼度とか企業としてのこのマーケットでのね。はい、で、まあそれをきっかけにですね、まあ企業同士の交流とかですね、まあもっともっと、あってですね、単純に近い、ご近所さんじゃなくてですね、本来あるべきご近所さんに、なれる。それに少しでも貢献できたら、まあ、それはですね、若い世代にとっても意味のあることじゃないかなというふうに思っております。オンラインゲーム業界を牽引するチェ、彼が思い描く世界戦略、その全容が紐解かれる。まあ、お話伺ってますと、もうこのオンラインゲームっていうのはもう世界へこう広がっていくと、マーケットはどんどんグローバルになっていく、そんな中でそのチェさんとしてはグローバルな戦略というのはどういうふうに描いてらっしゃるんですか。インターネットっていうのはもう今はもう世界どこでも、もありまして、なるべくいろんなとこに進出はしたいと思ってるんですけど、まだまだ遠い道です。まだ進出してない南米もロシア、インド、また東南アジアもですね、最近その成長ぶりを見ますとものすごく速いスピードで成長し、高速成長を続けるんですけど、まあそういう世界いろんな市場に、まあなるべく早く進出してですね、ゲームを楽しんでいただくのが、まあ、世界戦略、どうなんですか、そのマーケットサイズとそれからインフラがないとダメなわけですよね。そうですね、それを考えた時に一番今有望だっていうのは、まあ、ロシアって話もありましたけれども、インドなんかも、ね、人口から言えば10億ですからね。そうですね、もう中国も今非常に大きい市場なんですけど、まあ、それに続く市場がインドだろうっていう話はあるんですけど、ゲームの場合はですね、やはりその中産層が、厚くないと、厚くないと、しっかりしてないと、ちょっと厳しい。そのオンラインで支払うというのは、まあ、クレジットカード以外にもですね、課金の問題もありますし、その家庭での PC、インターネットの普及率含めてですね、やはり中産層が、しっかりしている国の方がですね、人口、多い国よりはですね、ゲーム、オンライン、特にオンラインゲームなんですけど、ビジネスとしては、まあ、成功する可能性が、高いと思います。なるほど。さ
さてこの番組ではですね、ゲストの方にはこのそういう未来の戦略に関してのキーワードというのを書いていただいているんですけども、チェさんにもぜひまたお願いします、はい、じゃああちらのカメラに見せていただけますか。創意世界化、はい、もう少し説明していただくと、特に未来戦略に限る話ではございませんが、うん、まあ、創業以来ですね、はい、会社のビジョンとしては、はい、ずっとこの創意と、うん、世界化が、うん、もう現在もそうですし、まあ、未来に向けてもですね、変わらぬ、ビジョンとして、まあ、位置づけておりますが、創意はやっぱりですね、ゲーム会社として、英語でファンを、FUN、ね、楽しむ、楽しみ、面白い、はい、まあ、いろんな意味なんですけど、それを提供する会社としてはですね、本当に全く新しい経験も重要ですし、新しい技術を、開発するのも非常に重要ですし、とにかくその創意的なものを作る、創意的な技術を、開発する、でそれを創意的に売る、世界化はですね、まあ、全ての国が今はインターネットで、つながれている、はい、そういう、まあ、世界ですので、はい、今、まあ、71カ国に進出はしておりますが、まあ、全ての、国に進出する、はい、で、まあ、単純にですね、お客さんがいろんな国にいらっしゃることじゃなくて、会社自体も本当に世界の、レベルにに達する、そういう目標を表しております。なるほど、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。